じゃこんにちは、豊さん、はい、豊さんの、まあ、後輩というか、マナ弟子というか、藤田和也選手が引退、はい、まあ、DeNA にね、中畑監督に呼ばれて、はい、ヘッドコーチとしてね、戻った時に、なんて守備がうまいやつがいるんだっていうふうに、まあ、改めて感じて、まあ、うまいなっていうのは分かってたんだけど、はい、まあ、改めてこう一緒にプレーするとね、うん、見てると、ああ、さすがうまいなっていう。うん、ただバッティングはちょっと非力だなと、うん、でも 確実性はあるなって、なんでこいつレギュラーじゃないんだろうって、まあレギュラーの時期もあったんだけど、我々が帰った時っていうのはちょっと中津飛ばずというか、使われたり使われなかったりするような、まあ、ちょっと選手だったんだよね、はい、でも藤田がいないと困るなっていうような選手で、うん、まあ、そうこうしてるうちにトレードが決まったと、はい、誰ですかって言ったら藤田だ、うん、まさかと思ってね、うん、なんで日本一うまい選手を出すんだみたいな、うん、いや楽天が欲しいと言ってるし、これだったらこういう風に変えてもいいって言ってる、まあ、当時星野さんだったかな、あ、はい、で楽天に行って、大阪だったかな、その決まったのが、で大阪の宿舎で、まあ、藤田がね、まあ、みんなの前で涙ながらに挨拶をして、本当に DeNA が好きな子だったし、はい、まあ、横浜っていう土地も好きだった、うん、まあ、それがまあ楽天に行ってね、あ、苦労させるなとか思って、いや藤田は一緒にやりたかったなっていう選手だったんだよね、はい、で楽天に行ってやっぱ主力としてね、まあ、セカンドの、はい、で優勝もして箔、うん、をつけて、で横浜にまた戻ってきてくれて、はい、で背番号3番だったんだよね、その時電話もらって、うん、だからさ、3番つけることになりましたって、はい、嬉しかったよな、あ、そうだったんですね、で戻ってきたっていうことも嬉しかったし、はい、3番をつけてくれたっていうことは嬉しい、もうなんか嬉しかったし、うん、で3番って言ったらやっぱりなんか俺に挨拶をしなきゃいけないぐらいに思ってくれたのがなんかすごく嬉しくてね、はい、頑張れよとは言ってたんだけど、うん、で翌年23番はい、に変えたんだけどね、まあ、その時は連絡なかったこんなやろうとか思いながら変更の際はないんですね変更の際はなかったで、この前行った時に、はい、まあ記事がそのうち出ると思いますけどもっていう、うん、まだ言わないでくださいよねっていう、あ、YouTube では、うん、言ったことに言っちゃダメですよみたいな、うん、そんなこと言うかって言ったら、はい、あ、まあ記事が出たからね、はい、あの今年から引退することになりました今年ね、まあ、確かにね力も衰えたし、いい引き際だったかなっていうふうには思うけどね、まあ、ただ彼のことを思うとすごく申し訳ない、もう本当にトレードして申し訳ないと思ったけども、でも優勝も経験していろんな経験ができたと思うんだよね、トレードという経験もできたし、優勝も経験してくれたし、でまた戻ってきて、優勝するためには何が足りないかっていうのも藤田は多分分かってる、ね、うん、まあ性格とか、まあ、そういうことを考えると5年後には誰が監督だっていう動画を今年出したと思うんだけども、はい、俺は胃の一番に DeNA は藤田っていうふうに答えたんだよね、うん、その動画もよくあの人から言われたらしいよ、もう豊さんもこんなこと言ってるぞって、あ、へえ、まあ、人からかって言ったら、いや知り合いから電話かかってきてと、はい、お前見てないっていうことだなみたいなバレましたね、バレたね、完全にバレてる、はい、いやそれでそうやって言ってるぞって言って、はい、でその時に話したことは、いや僕そんな器じゃないですよと、うん、いやだからまあ豊さんがそうやって評価してくれるのは嬉しいけども、はい、そんな器じゃないと、でも器っていうのは現金終わってその今年出した動画だから5年間でどういう器になるかっていうことが大切なんだよ、彼の性格とか頭脳とかそういうことをこう話をしながら所作とかいろんなプレースタイル見てると、やっぱ彼がやっぱこう DeNA を強くするのかなっていうふうに思うんだよね、はい、引退するっていうのは俺はもうやめろっつってたんだから、あ、そうだったんですねいやもうちょっとやらせてくださいよって、いやお前もうやめて指導に入れと、うん、俺は勉強になるからって、もっと野球が深く勉強になるしって、はい、言ってたんだけど、いやもうちょっとやらせてくださいって、じゃあ頑張れよとは言ってたんだけどね、まあ、やっとやめるかみたいないや、そのぐらい俺指導者として期待してるから、
もうプレーヤーとして期待は全くしてなかった、うん、だから今年のヘッドスライディングでも、うん、スピードがないから、うん、口から血出してるんだよ、引っかかっちゃって。あ、そうなんですね。そうだろうみたいな、だから言ったんだけどさ、いやだけど彼には本当にあの DNA をね、はい、これから5年間かけて強くするだけのその器になってほしいなっていうふうに一番期待してる。引退して次何やるのとか、うん、これ心配じゃないんだよ、はい、彼は必ず指導者として向く性格だし、いい指導者になる資質を持ってるから、それを磨いて俺の夢を叶えてほしいなっていう人だな、はい、それはその指導者に向いてる、いい指導者になるっていうのはプレースタイルだけではなく、ベンチの中での、まあ、所作だったりとか頭の良さだな、あとは人の良さ、うん、だからこれはやっぱ人を引きつけるだけの魅力があるし、これは俺の目には間違いないと思う、うん、彼は必ず、まあ、DNA を強くしてくれるっていうふうに信じてるし、うん、彼はここが勝負の時なのか、それとも育てる時なのかって、やっぱね、戸様が来ると、はい、やっぱね、毎年勝負なんだよ、やっぱ首切られるから、うん、でも藤谷は長期契約をしてほしいんだよ、コーチとしての、はい、これはファーム一軍問わず、うん、いや彼は必ず吸収力もあるし、うん、やっぱ素直だから、はい、そういうことができる人間っていうのを、うん、いろんな選手を見てきたけども、彼は3本の指に入る、性格と野球とやっぱりその人を引きつける魅力、そういうことを考えると、俺は俺の夢でもある、うん、やっぱ藤田監督というね、まあそういうことは俺の夢の中にの一つにある、DNA の中にね、はい、まあこんなことめったに人のこと褒めないし、ねやっぱ俺が夢を乗っけられる人柄なんだよ、はい、まあこの動画を見たら多分藤田は電話してくれると思うそうですね、3倍ちょっと好きと一緒ですよね、うん、だから器じゃない、自分で言ってた、それも分かる、うんね、だけど器は磨け、うん、5年間で磨け、大きくしろ、うんね、ろくろ回せ、大きくしろ、うんね、絶対できるから彼は、うん、その夢に向かってね、やっぱり勉強もしてほしいし、会話も身につけてほしいし、人脈も作ってほしいなっていうふうには思うね、うんうん、珍しいですね、豊さん。何が珍しいんだよ。じゃあ引退する選手というと、やっぱ現役のことだったり惜しまれながらっていうことが大半の中で、藤田選手その後の話の方がやっぱ長いから珍しい。いや、いいんだよ、いいんだよ、あんなもう現役時代でもまあ3度のね、ゴールデングラブ賞も取ってますし、3度じゃ少ないぐらいだよ本当はもっとってことですね。いや、こう何でもできた人だから、足は遅いんだから、うん、唯一足そうなんですね。バッティングもね、割と3割近くは絶対打てるバッターだった、はい、だからバッティングのことも分かってるし、うん、守備のことはもちろん分かってるし、うん、足が遅いから、でも走塁はうまかったんだよ、へえ、うん、走る姿はちょっと見にくいとまでは言わないけどあんまかっこよくはなかったけど、まあだけどそれなりの感性は持ってる選手、うん、だからいろんな角度から、はい、野球を見れる人だし、うん、こうずっと野球に携わってきて、いろんな選手といろんなコーチといろいろこう携わってきたけども、やっぱ俺がやっぱり一押しするのは藤田だよ、うん、だから藤田が俺の目を伏し穴とするか、うん、期待に応えるか、うん、まあ5年間で多分俺はあの子の頭だったらできると思う。泣いてらんないんだよ。あ、そうですね。そう全くそうです、ね、だから藤田が監督になる時に多分泣くと思う。あ、おめでとうっていうことで。おめでとうってよかったなって、うんね、俺の目は正しかったみたいなね、うん、まあそういうコメントを5年後に、はい、5年後 YouTube やってるか。いや、やってますよ、まだまだやってますよ。まだやらないとな。いや、そうですよ、死ぬ時動画回すからなそれ言ってますもんね、ずっとね。それで完結ですもんね。完結だ、 YouTube は完結だ。いや、そうですよ。そうまだまだやってます。そうだな、うん、だからやっぱ藤田がね、はい、引退したけども区切りじゃなくて、はい、これからだから、うん、あの子は新たな出発ですよね。いや、もちろんそうだよ、うん、一区切りとしてもうお疲れさんってね、はい、思うけども、うん、いや、俺が期待してるのはやっと引退したかと、うん、この後だから俺は。そうですね、この後の方がね、人生も長いですし、もちろん
あとはやっぱスタッフにね、はい、やっぱ監督として恵まれるように、うん、DNA だけじゃなくていろんな人脈をやっぱいろいろ作ってほしいよ、うん、そしたらいいスタッフになるからね。だからまあそういうことも意識しながら応援してますよ、はい、これからは。そうですね、もう芸人の時はもう早くやめろっつってたの次のステップに早く行ってほしかったんですね。もう早い、そうそうそう、なるほど、ね、まあ、その方がまあまあ人生長いからね、はい、でもまあ若いし、うん、まあ、DNA の、うん、関係者が見てると、はい、絶対なるから、あ、うん、ちょっと5年後じゃあ楽しみに、7があったら俺がまあ頭ひっぱたきに行くから関係者全員違う違う、藤田さん、藤田選手ですね、何やってんだお前みたいな、うん、5年後ですね、まあ、5年後、6年後でもいいけどね、まあ、でも将来的にはやっぱ監督候補の一人ということで、はい、そういう意識を持った、まあ、節度ある行動をね、うん、まあ、していってほしいなというふうに思うね。そうですね、はい、まずはね、ひとまずはいや本当お疲れさんね、本当にDNA の時から縁があってね、はい、まあ、一緒にやった期間は短かったけども、うん、素晴らしい選手だったというふうに、うん、まあ、評価します、はい、ね、お疲れさん、お疲れ様でした。